今回は、前回、こういうアマリケイトで四角いモチーフボックスを作るということでアップしたんですけれども、その時にご紹介したこの敷物ですね。この敷物をスマホケースにしようと思います。6の動画で以前6の動画で四角いバッグを作るということでこの編み目模様をご紹介したんですけれども、この編み方で四角く編んでスマホケースを作ったんですね。これは、100均で売っているビニールなんですけれども、こういう透明のテーブルクロスということで売ってたんですけど、このビニールを使ってスマホケースにしました。透明なのでこのまんま画像が確認できます。で、向かい合ったところにポケットを作りました。イヤホンや充電器などを入れることができます。このまんま、閉じてパックに入れてイヤホンだけ出して聞くことができます。では作っていきたいと思います。今回ちょうどいいこの平たい大きなボタンがなかったのでボタンから作りました。このボタンなんですけれども中に500円玉が入ってます。ではこのボタンを作ります。ボタンなので丈夫に作りたいので二重にします。輪のところを二重にして編み始めます。同じ中細の毛糸で5号の3mm の5号のかぎ針です。鎖を1、2、中長です。中長の途中を、中長編みの途中を編みます。もう一度かけて引いてきて、ここまでは中長と中長編みと同じなんですが、ここからねじります。そして引いてきます。もう一度かけて持ってきて捻ります。かけて持ってきてねじります。これを8個作ります。1、2、3、
かけて持ってきてねじって4個ですね。4個です。5個です。6個です。7個8個8個編めました。糸を端糸を引きます。反応があったこの糸を、反応があった方の糸を引きます。そしてもう一度端糸を引きます。そして裁ち目が2目だったので根元から1、2のところで針を入れて引き抜きをします。裁ち目です。1、2、裁ち目したこの同じところに針を入れねじります。これで2目が入りましたね。1、2かけて次の目に引いてきてねじって同じところにまたやります。かけて同じところに引いてきてねじってかけて次の目です。入れてねじって1度かけてでねじってかけてねじって2個同じところに入りました。同じところに次の目です。かけて次の目に入れてねじってで同じところに入れます。次の目にもかけて全部の目に2個ずつ
れていきます。一度2個ずつ入れてきました。立ち目が1、2なので2のところに針を入れて引き抜きをします。こんな感じで渦巻きの模様ができます。次は増やし目をしたので全部の目に2個ずつ入れて増やし目をしたので今度は減らし目になります。立ち目を1、2、中長編みの減らし目です。かけて針を入れ次の目に入れて次の目にかけて次の目に入れてまた目ます。これで2目1つになりました。かけて次の目に入れてかけて次の目に入れて2個を1つにまとめます。かけて次の目に入れてかけて次の目に入れて1つにまとめます。これを1周します。次の目に入れてかけて次の目に入れてまとめる。次の目にかけて次の目に入れてかけて次の目に入れてまとめる。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 はい、一周してきました。立ち目が1、2、立ち目2のところに針を入れて
立ち目2のところに針を入れて、引き抜きです。そして立ち目を1、今度は細編みです。細編みを1周します。根元に、立ち目をした根元のところに針を入れて細編みです。次の目にも細編みです。全部の目に細編みをしていきます。そして、最初のところに戻ってきました。立ち目が1なので立ち目の1のところに針を入れます。引き抜きです。引き抜きしたら終わりです。この中心の糸端はくるくるっとまとめて中に入れちゃいます。そして500円玉ですね。これが中に入ります。そしてあとはこの縁に通す鎖編みです。200目作っておきます。
そして、こちらの ビニールですね。こちらのビニールは、100均で買った透明シート ビニールのテーブルクロスです。このテーブルクロスを、このサイズ2枚分を取ります。2枚分ですね。そしてを取って中心に印をつけます。印をつけてその中心の印に端を合わせます。合わせたら止めます。ここを合わせたところをクリップで止めます。合わせたところをクリップで止めます。クリップで留めました。そしてここに印をつけます。ちょうどこの長編み5目編んだ間のところですね。この穴の開いた隙間のところです。ここに印をつけていきます。この部分ですね。この端、ここの端のこの穴のところには印はつけません。この隙間のところに印をつけていきます。そしてくさり200目
浴びました。この鎖200目編んだ端糸を針に通します。毛糸針に通します。毛糸針に通して表側から この印をつけたところに刺していきます。その前に、鎖編みの中心を決めておきます。200目編んだ紐の中心のところを、そうですね、ボタン一つ分くらい取って結びます。ボタン一つ分くらいで結びます。そして端糸を毛糸針に通して表側から隙間のところに入れ、印をつけたところに針を通します。ですね。そして後ろからも印をつけたところに針を入れて、次の隙間に通します。次の隙間に針を入れて、印をつけたところに刺して通します。印をつけたところに針を通して通します。も角は飛ばして印をつけたところに通します。印をつけたところに通していきます。
の次の隙間のところですね。で印をつけたところですね。通します。針を刺します。よいしょ。はい、次のところです。次のところにも印をつけたところに針を通して隙間のところに針を出します。はい、出てきました。ここは外してこの隙間に入れます。あ、そうだ、ここは角なのでここは飛ばします。飛ばして次の印のところに、よいしょ、刺します。印のところに針を刺して隙間から出します。隙間に入れて印のところに針を刺して、よいしょ、印のところに針を刺して隙間出します。あった、あれま、角は飛ばします。飛ばして次の隙間に入れて印のところに針を刺して印のところに針を刺して隙間から出します。印のところに針を刺します。印のところに針を刺して隙間からと針を刺して隙間から出します。これをもう片方もぐるっと通していきます。はい、通してきました。ここがスタート地点ですね。こっちからこう切って通して、こちらもここがスタート地点でこう通してきました。角は この角のところは通していません。そしてここからボタンをつけるんですが、
平らなところに置いて突っ張らないように糸をなじませていきます。この紐をなじませていきます。突っ張ってないか余裕をつけて紐を直していきます。はい、紐が直りました。こんな感じです。で、糸始末しますね。糸始末は鎖編みの目に沿って鎖編みの目に沿って隠していきます。目に沿って隠していきます。ボタンですね。とボタンも糸始末ですね。ボタンを糸始末します。糸始末です。糸始末ができました。これをつけていきます。ちょうど真ん中のところに針を入れ、外から持ってきます。反対側です。反対側にも針を入れ、外から持ってきます。こんな感じです。そして縛ります。片結びですね。これで
できました。スマホ入れてみます。わお、充電器も入れます。入りました。閉じます。そしてこんな感じです。外からでも操作ができます。入れてイヤホンをつけて聞くことができます。はい、また次の動画も見ていただければと思います。